話したいな。目薬とかは特にしてないです。してない。もうちょっとだけずれてます。ちょっとだけですスペースください。はい、ごめんね。これあの抗生物質の目薬ね、で、これもちょっとこの周りにちょっとつけていきます。ごめんね、なんかこの辺にもなんか引っかいた跡があったよね、なんか血が垂れたやつが固まって。はい、ごめん、ちょっとこんな感じで、はい、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、はい、ごめんね、全部入ってごめんなさいね、ちょっとこうやってすると、はい、だってそのままで押さえると苦しいからね、はい、よし、ごめんね。うん、高島くん電話出てくれる？電話。いや、途中で止めて。そう、離れない。これが抗生物質。乳機能論系の抗生物質。それからこれがガスを減らす薬。メトクロプラミド。それから、これは痛い、痒いを抑える薬。ステロイドです。もう一個、これも痛み止め。ブプレノルフィンという痛み止め。はい、楽にして。はい、ごめんね、ちょっと言うことできるかなと思って。はい、まぐ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 。あの、橋川さんがピコちゃんのことをお話したいと。あ、本当、じゃあ、そういうにして。あ、折り返しにして。折り返しにして。ごめんなさい。うん、口動いてます、動いてます。ちょっと近くで見てもらえます？少しだけね。ごめんね、こんな無理やり押さえられてるけど、これちょっと先が丸い針ね、はい、んでちょっと中まで入れて、あ、うん、痛い痛い痛いね、食べてるでしょ、はい、こんなこと初めてですよね。そうですね。じゃあちょっと1分ぐらいで終わらせます。あんま長いことやってるとしんどいから。これもさ、呼吸早くにこれやるとさ、誤嚥しちゃうことあるんですよね。気をつけてないと。とりあえず 0.5 でやめよう。ちょっと寝たこと。お父さん先生もらってきて。ごめんね、ちょっと寝たことごめんね。あ、そうか、やっぱ寝た、ごめんごめん、はい、じゃあ寝た、はい、ごめん、までやってんの？今 3cc 全体で 3cc が全体で 3cc、 3回目。飼い主さんがいくつやったの？じゃあ抗生症者ちょうだい。はい、さあそんでちょっと赤い光を当てますね、1分間ね、はい、でもう1分で追っかけて、赤い光は何となくなんですけど、これね、近赤外線という赤い光で、人間の整形外科でよく使われるんですけど、慢性の痛み、首とか腰とか関節とか痛い時にそれを光を当てて血流を良くする。今この子ちょっと呼吸器も消化器も機能落ちてるから体全体になってしまいます。それだと目の周りは、それで要は血流を良くして炎症を鎮めることを目的に、それからまああと皮膚疾患、痒いとか、まあ、だから全体に、だからその他のところで消化器の機能とか呼吸器の機能が落ちてるから、そんな痛くないから、
まあ、怖いと思うんだけど、慣れれば結構大丈夫だと思う。そう、それで、これ1本消費したらもう1回、サードに入れて、それで、あとちょっと受付の人に地域のガイドに出してもらいますんで、その上で決めてもらっていいですか。それで後ほどもう1回お話しさせてもらいますね。よし、じゃあ切れに行く。でもさ、やっぱり目描くのすごい、うん、そうですね、で自分で出血させたんですね、多分、かさぶたも多分今余計に気になって